J1 鹿島が19日に行われたルヴァンカップ1次リーグの福岡戦、ベススタで 1-2 と痛恨の敗戦を喫した。リーグ戦では4連敗で15位と低迷する鹿島。ルヴァンカップでなんとか巻き返しを図りたいところだったが、1-1 から迎えた後半アディショナルタイムに左 CK から福岡の FW ウェリントンにゴールを許し、屈辱の敗戦を喫した。三輪正大樹監督の解任論も浮上する中で、ファンやサポーターからはチームの現状を不安視する声が続々と上がっている。ネット上では、この30年間で、これほどまでに弱い鹿島は初めて見るぞ。したたかさ、勝負強さはどこに行った。今の鹿島にジーコ温帯何を思う。鹿島はメルカリになってから弱くなってるな、と悲痛な声が出ている。また、他クラブのサポーターからは、鹿島はそりゃ福岡だもん移動疲れで負けちゃうよね、との声も。岩政監督が9日の柏戦後に移動疲れを敗因の一つに挙げたことを揶揄しての指摘と見られる。かつては上昇軍団として名を馳せた鹿島。名門はこのまま沈んでいくのか？